あんまり何千人にもやられてやるやつ。いるもんね、絶対大事。優しくですよって言ってんのに、グーって痛い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 。俺見たくないんだろ、女の。痛い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 っていうやついるよ、たまに。そうそうあれ、見たくない。あれ見たくないんだ、女の子が言うよ、あれ、うん。ラジオネーム、たりき本願寺の子。やれる総選挙の優勝予想ですが、今年こそ、千年に一人の、やれすぎるアイドル、手島優だと思います。うん。先ほど、私もギューってされたいとか、人肌恋しくなる気温ですね、と意味深なことをツイートしています。多分やらせてと言えばやれると思います。ほら、そんなツイートしてんの？なるほどね。うん。私もギューってされたいって。そんなツイートしてんだって。さあ、今なんかあったんだ。振られてんのかな。じゃあ、こんな感じでね、はい、まだまだ、募集してますから、うん、総選挙入りのメンバーをね、はい。はい。どんどん送ってきてください。うん、妄想も書いてくださいよ。こういう風にすればやれるはずっていうね。うん。それ、まあ重要ですからね。ニューヨークで会えばやれるはずとかね。うん、そういうことですよ。はい。うんはい、そういうのをどん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 まだ募集してますから。送ってください。送ってくださいよ。うん。これは、募集のやつは言わなくていいんだ。うん？いい？言っときましょう。言うね。妄想総選挙、候補者、大募集書いてください。うん。ファックス番号東京03-5562-9540、メールアドレスメガネアットマーク tbs.co.jp、 すべて小文字で送ってください。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキのメガネビーキー、うん、早速選挙の候補者が来てるらしいですよ、うん、ラジオネーム松田氏、社に構えたちびっ子、はい、おじさん、やよぎさん、小室さん、こんばんは、うん、今年のやれる総選挙ですが、はい、小島瑠璃子さんを推薦します。あれ、スタジオのワイプではとても元気のいいリアクションをしている小島瑠璃ですが、うん、プライベートでは疲れていそうなので飲みに誘えばやれると思います。随分簡単ですね。簡単だね。飲みに誘えばって疲労疲れてるから、うん、ちょっと俺想像できないな、こじるりは。ちょっとなかなか一回ね、ヒゲちゃんが昔ね、うん、甲子園行った時にこじるりと隣の席で、うん、あ、そうだそうだそうだ、もうデレデレになってて、うん、ヒゲちゃんは誰でもだよね。ブスにでもそうデレデレになるからね、ヒゲちゃんはね。まあね、うん、それでまあ9万だから、あの感じ見たら好きになっちゃったもんね、うん、だからすごいいい子だっつって。まあ、いい子なんだよな。いい子すぎて、ちょっと俺、だから、なんかまあ、見えてこないね。やれないな、俺は。いい子かね、小島瑠璃子は。いや、その、あれよ。うん、俺らの体制とかは、にはいい子じゃない。まあね。実際と。したたかだった場合だよ。したたかかな、うん。うん。いやー、いい子だと思うんだよなー。だってずっと、学生の時は加納栄光のファンだったんだよ。そうだね。うん。いい子ですね。いい子だと思うんだよな、俺。いい子。それ聞いた時は、いい子なのかもしれないと思ったんだよなー。加納栄光のファン。うん。あ、そうよ。大好きだったんだろ。そうだね。うん。そう。ラジオネーム、ぺっちゃ。おじさん、やきさん、小室さん、ちわ。うん。ミヤネ屋でおなじみ、川田アナが今年の春からフリーになり、初めての状況らしいです。ちょろっと六本木や西麻布を案内してやれば簡単にやれると思います。ああ。状況で、ああ、いやいや、西麻布とか行ってんしょ、もうその前から、もうバンバン。あの辺の人たちは。でも状況だよ。出張で。ねえ。どうだろうね。フリーになって、で、ミヤネ屋もなく、もう結構羽を、まあね、伸ばす、ね。まあ、ストレスもね、もうやっと、こう、うん、なく、いけるから、うん。そう。もう今、そうだ。だから、よく、南国に行った女の人は解放的になるっていうのと一緒で。一緒だ。結構解放的になってる可能性あるよ、川田。それはわかるな。うん。
ミヤネ屋さんとかそうだな、うん、抜けたら開放的になるな、うん、そうでしょ、やれるかもしんないね、うん、あれはね、今だったら年はどのぐらいなのあの人って。30ぐらい、30もっといってんの、全然ぐらいだろうね、まあやれるかもしれない、そそらねえな川田さん、うん、へー、そそらない、さっきのこじるりもそそらないし、あー、うん、ダメダメなんだよな、うん、これあのおぎんぽじゃないからねそうだ、俺のあれは関係ないんだよね、妄想総選挙ですからやれるかやれないからもんね、こういう状況だったらやれるはずだから、そうだそうだ、今急になんか、うん、自分のことを考えちゃった、ね、うん、自分のコーナーやりませんから。それったら差し払って無理だもんな。そうでしょ、うん、それはそうですよ。そうだそうだ。じゃあこれいっぱい募集してますから、はい、どんどん送ってくださいね。うん。うん、さあ。なるほど。なんかあった、ね、今年。それも今週なんかあった。今週なんてもう運動会とか。運動会行きましたね。え、運動会って今なんだっけ、年にね、2回あんのかな、うちの小学校が。娘の小学校が16?雨でね、延期して17か日曜日、この間の日曜日ですよ。行ってきてさ、運動会、なんだろう、今楽しいんだよな。すげえ面白かったんだよな。運動会は？運動会。まあ、午前中で終わんだけど。だから間延びをしないっていうか。なんか、なるほど、テンポがいいの。で、これは、そのテンポを重視してるのか、そういう競争に対して順位とか、そういうものを、あんまり今は、この、なんつうの、決めないっていうか、順位を。え、今、本当にそうなの？って、どっちかわかんないんだけど、ね、もう、都競争、だいたい6学年あってさ、1年、もうみんな競争、都競争があるのよ。あるね、50メートル走とか。それが最初もうずっとそればっかなの。うん。学年がまあ、5年生とか2年生、うん、3年生、4年生、6年生って、ずーっとか、徒競走よ。うん、テンポよく、うん。で、用意スタートで6人。うん、で、100メートルぐらい走るのかな、こう。100メートル走るの、100近くだな、多分あれ、うん。結構コーナー回って。うん、直線じゃないのね。そう。で、曲がって、半分ぐらい、うん。半分ちょっと過ぎたぐらいで、うん、もう次のあれがスタートしてるからね。え、ゴール見ないの？ゴールないんで、ゴールだから、は？いや、そういうゴール見たお客さんはそっちのゴール見てないんだよ。でももうスタートしてるの、こっちは。もう一つ、もう。は？そう。それがずーっと続くの。だから飽きないの、まず。テンポいいから。でもな、あいつが1位はだいたいわかんないけど、まあ、4位、5位ぐらいだと、なんか、混戦だとわかんないまま、うん、流れていくみたいな。流れ作業の、なんか。すごい、ああ、こういうのあんだ、と思って。どっちなんだろうと思って、そのね、今の言う、そういうゆとりみたいなさ、感じで順位を決めちゃいけないのか、それとも午前中で終わらすためのそういう、なんかね、ペースで行かなきゃいけないのかわかんないけど、だいたいずっとそういうのがあって。で、あとまあ、徒競走、あと何があるんだろうな、玉入れとか。で、じゃあ、昔さ、徒競走走ってさ、じゃあ6人だったら1位から6位までの人はさ、並ぶ席あったじゃん。うん、なんかあるある。ね、このトラックがあるとしたら、そのトラックの中央に順位がね、1番の人、2番の人、3番の人の席があって、うん、そこにどんどん並んでたじゃん。ある。じゃあ、それ、走り終わった後みんなどこだろう？あるよ、それ、ね、1位の人だったら1位の、なんか担当の人がさ、バーって引っ張ってさ。場所があるよね。そこにはね、校庭の真ん中にあんだけど、ああ、それがよくわからない。もう、どれが1位のあれなのか。もうぐちゃぐちゃなってる。あ、うん、でも、やっぱ、それはあるんだね。それは一応ある。順位を決めないっていうのを一時ちょっと話題になったことあるじゃん。うん。あれはなんか一部のモンスターペアレントのせいなんじゃないのかなって思うけど。うん、もうなんか順位決めたらかわいそうだみたいな。順位はあるもんね。やっぱ一応見てて、わかるもん。やっぱスタートされてても。ああ、わかるんだね。うん。それはこっちがちゃんと注目してれば、ああ、このぐらいになってんだって。まあ、あるわ。マールは6人中、6人、6コースあるでしょ、うん、?6 位だよ、もう。あ、そう。もうすげえ嫌になったよ、俺、あれで。